錦山がここに？ああ。はるかは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。冴の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ、確かにそうだろうが。行かないよ、私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのに、なんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから、私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら、私もそうする。さよなら、はるかちゃん。はるか。キリュウさん、やっぱりご無事だったんですね。あれ？でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何？本当か？あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか。あいつはまだ店にいるのか。いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。ああ、怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。どこで見た？七福通り沿いの駐車場だよ。すみません。お前し、酒持ってこい。おい、小さな、うるせえ。酒だ、酒持ってこい。おい、女すいません、さっきまでここに。どこに行った？どこかの公園とか、携帯で話して。はるかはどこだ？キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここは
スターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになればわかりますよ。お待ちしてました、桐生さん。はるかは無事なんだろうな。はるか！くそ！カズキたちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。何者だ、お前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが。くそ、浅井が腕を撃たれた。He's pissed.Damn, like, what is the deal with this shit? Damn, yo. Damn it.
Wow, for real? What the fuck, dude? I'm getting pissed. God, yo, come on. Come on, dude! This is insane! Why is this even a style when it sucks? Dude, they need to stop robbing me here. Wow, can't dodge that. Oh, come on, man. You're telling me that none of those buttons dodge? Cam, can you do something, dude? Wow. Sometimes this game just fucking completely annoys me, but it's still fun. どこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい、答えろ。俺たちは
ハルカ、大丈夫か？出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ。ごめんね。私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか？うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。ハネ、オンニキル、ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。ああ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤、ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。